とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクロダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、タワー更新、30回ですね。前回楽勝だったので、今回はちょっと難しいかもしれません。異属性入れよう。行きまーす。一発目から、ちょっと嫌な場所だよね。ちょいちょいちょいちょっといきなりちょっと強くない？いきなりなんか嫌なやつ多いよ。敵自体が多いね。あぶね。敵多くないか？ものすげえ多いんだけど。でもなんかね、あったよねこれね。うん、このシーズンあった。オッケー。いや、なかなか敵が強い。じゃ早く出てきて。よし、はい、次どんどん行こう。いらんかな。はい、次。なんかめんどくさいな今回結構めんどいわ。うわー、多いし、すげえ。あ、もうシュルカーもいてね。これめんどくさいな。マグマキューブもおるんかい。すごい場所。よし、オッケーオッケーオッケー。あ、もう居座って戦っても大丈夫でしょう。まあ、キョウタとしてもそんな大したダメージ受けないし大丈夫ね。 OK。 長いな解除までが。ここにエンチャンターが出ないってことは、俺が思ってたシーズンとは違うか。あの、そこにエンチャンターいるときあるよね。ちょいちょい、嫌な場所。もうオッケー。シルカーの弾をもうちょっとね、簡単に処理できればいいんだけど、できにくいんだよな。おお、なかなかいいのがあるけども、パワーシェイカーが無難でしょう。防具、今回ポーションバリアついてるよね。モード意外といいぞ。反逆者にそのまま変えても良さそう。おい、どうするだろうな今回は。よし。いや、結構これ時間かかるよ。できれば25分ぐらいでクリアはしたいかな。できるだけならね、それぐらいでいきたいところ。いらんかな。いらんで4回、めっちゃと入れるか。はい、クリーパーも特に出ないし、ここまで難しくはなさそうね。はい、まあ問題は後半か、どうなるか。おお、よっしゃ。出ないね。いい、終わり。ああ、いいんじゃない。これスケールでしょ、間違いないわ。ポーションバリア入れてね。
とトゲもついてる。あ、トゲも入れとけ。いいじゃん。これがなんか最後まで来そうな気がする。もしくは途中でなんかクールダウンのやつが出てきてくれれば、そっち使うかな。おーい、いや気のせいか。もうちょっとこうバッとこう、あいし、出てくると思った、来ると思ったよ。うんうんうん、これぐらいサクッと終わるといいね。バーストで、バースト火属性ついてるな。あ、おお、ダブル火属性か。まあいいや、一つはボーナスでもいいしね。おい、本当にめんどくさいこいつ。 OK、 終わり。よし、いや、なんか今回防具多いな。防具が多い、だから後々も防具が出続けるかもしれないね。オーケー、嫌だね敵が。あ、でももう倒せる。いて、いて、いて、攻撃一発一発が痛い。火力あるね。あー、いや、でもフロストいいけど火力は上がらないからボス。あ、ちょっと待って、ここでねヘビークロスボウが置いてあるのが結構気になる。伸び、あ、ほらほらほら、伸びじゃない。ヘビークロスボウで落としたが早いっていう感じかもしれない。ちょっと待って、あ、伸びじゃないわ、伸びじゃなかった。そうね、こんな感じかな。危ない危ない、はい、終わり。危ない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 、はい、楽勝だね。いやいや、そのまま行こうか。いや、ちょっと待って、ユニーク、あー、よかった。ならば防具あげよう。うんうんうん、トゲは1だけどもいいか。最後まで使うんであれば、エンチャントを先にトゲに振っててあげてもいいかもね。危ね危ね危ね、ナイス、いい場所だよ。あっ、うまい、よし、いいんじゃないですか。終わり？はいはいはい、おー楽勝、全然余裕で。あー、なるほどね。いや、でも いらないね。闇のアーマーか、そうかそうかそうか。アーティファクトのいいやつが後々もうちょっと出てくるっていうならば使ってでもいいかなっていうやつ。ああ、現状の感じだったら別に使わなくていいかな。 OK、 今回矢が結構ね出てきてくれる。
いい感じ。シャ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 、いいよいいよ。ああ武器も一振りで倒してるから、いいね、扱いやすい。あー、ここはもうバジーネストでいきましょう。はい、12階。うん、意外と早くクリアできるかも。いいね。はい、もうクリーパーこう結構出るけど大丈夫ね。いいよ。よし、まだ出るんかい。意外と多かったね。でも大丈夫。おお、いや、いらん。メイスいいな、強い。いや、いらん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 。サイスの方が扱いやすいし、多分まだ高火力のやつは出てくると思う。で、ここがおそらくあれだね、ボーナス入れとけ。 OK、 クリーパー多いはずだから一応あそこに置いててあげれば戦いやすいかな。あ、もうめんどくさい、あいつ。あんやろ、もう風使い嫌よね、ほんとに。よし、飛ばしてくるやつが本当に嫌な攻撃で、矢があるけども、まあ別にいっぱいあるし取らなくていいかな。少ない時は取りたいけど。ああ、勇者か、ポーションバリア勇者がある。なるほどね、ここで防具変えるっていうのもいいね。ああなるほど、ちょっとこれ装備考えるな。一応火力重視のこっちのまま行きます。ボス次第では勇者の方がいいかも。出ない？あ、いや出る。ネクロマンサーはなんか2体ぐらいいそうな気はするけど、もう食らったもう出ないかな、もう。よし、あ、いたいたいた。おお、結構出るね。まだいる。で、上からクリーパー来よったし、まだいるの。結構いるな、ネクロマンサー結構多い、ここ。え、何体いた？7体ぐらい出たよ。ネクロ出るな。あいや、ほんと防具がね今回むちゃくちゃいい。変えよう。いやいや、最初の商人がすごいもったいなかったな。なんか別のやつにするべきでしたね。あー、なるほど、すっごいいい今回防具選び放題。あ、でも最終的にこの傭兵いいかもね。次の商人で、まあ、武器がなかったらそのまんま防具を上げたいかな。あ、パワーだったら上げないけど。よし、ユニークだったらこのまんまでいいかもね。反逆者にして、うわー、火力高え。
かなり高いな。え、どこにいる？え、下に行ったもしや。あ、いた。こんなとこか。全然見えんかった。まあ、こぐだろうね。これだったら。わー、すごいね。で、なんだ？あー、パワー。そうねー。パワーシェイカーかなー。武器は多分もう変えるだろうし。パワーシェイカー。うん。で、最後のユニークで、防具を変える感じにするといいかもしんないですね。あぶね。いやもうね、武器自体の火力がないからなんとかしたい。雪玉あげての光入れときたいね。 OK。 よっしゃ、いいね。これ草刈りした時のね、火力が高くていいね。よし、おっと、おーん、虚無怒り。いいね。いいんだけども、ん？取ってけ。取ってけ。いや、虚無の怒り珍しい。ちょっとまだ武器がね、これなんで、どうかなとは思うんですけど。よし。弓も強いんで、なんとかなるっしょ。オッケーオッケー。もう、あ、弓強い、弓強い。よっしゃ。弓強いし、なんとかなるな。よっしゃ。うわ、こっち、ぐいな。おっしゃおっしゃおっしゃ。めちゃくちゃいいじゃん。で、上にあと何体かいておしまいって感じ。 OK ね。はい、ドーン。よし、いいんじゃないですか。で、ボス。いいか。まあ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 、いいんじゃない。全然いける、全然いける。ドラが今回ないね。よし、そっちか。いや、でもこのでかい威力の怖いな。なんか反動で半分ぐらい削られそうな気がする。大丈夫かな。あ、もう、あ、だよねだよね。ちょっとこれ危ないぞ。ちょっと危ねえな。ダムガーディアンっぽい。よし。おーし、オッケーオッケーオッケー。ポーションバリア使って、行きましょう。もう、倒しきりたかった。まあまあ、次でね、行けますよ。よっしゃ。まあ、それなりに早く倒せたんじゃない？これは。
オッケー、しゃ、オッケー、いいんじゃない。ユニーク商人がいつ出るかだよ。ああちょっと待って無難にこういうやつでも行きたいけどね。まあまあせっかく取ったし、うわうわ、ソーブレードとかもいいじゃん、パワーシェイカーもあるしね。変えよ変えよ、ちょっとうん、通常がやっぱりちょっと行きにくいし、キノコがないとやっぱり使いにくい。うん、ちょっと失敗でした。こんな感じか。あ、これ一応レーザー出せるね、一応。まだ出るでしょ。いいね、強い強い強い。あと左もしまい。おいって、まだいるんかい。はいはい、ちょっと待って、どうやったっけ。出らんか。あ、出る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 けど、なんかちょっと微妙だな微妙だな。珍しい珍しいな、ハンマーヘッドシャークがあるなんて。取りません。で、ここはもう防具よ。ああ反逆者、これ武器、これが正解か。ちょっと怪しいとこだ。はいはいはい、まあまあそれなりにダメージを与えればするか。悪くないよ、いい火力出る。あの釣り竿のね、高速レーザーを体験してるとなんか微妙そうに思うけど、いやこれはこれで実際強いよ。ああ、いやめちゃくちゃいいダメージだと思う。で、多いな。はいはい、まだ、あ、いた。まだかい。終わり。22回終了。あう。ここはもう愛のメダル欲しいよ。うん、愛のメダル欲しい。いきまーす。いいね、いいよ、いいよ。あ、もうしっかりレーザー出していこう。しっかりとやっていきます。よし、いけ。いやこれめんどくさいな、レーザーを毎回毎回ビー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 出すの。ちょっとめんどくさいけど、でもダメージはもうしっかり出るから頑張っていこう。いいね、いいね、いい。変えよっか、火力もだいぶ上がるし。あ、ここはなんかつけてて正解だった気がするぞ。マルチの火力、うん、火力上げだ。じゃあ
いいねいいねいいね。あん。いけ、ナイス、いいよ。いいよいいよいいよ。当たってないな。全然当たってねえな。全然当たってないじゃん。オッケー、あ、ここはもう本当にね、弓が大正解。あ、いい弓だったな。オッケー。なるほどね。これがあるから矢が多めに出てきてくれたのか。めちゃくちゃ強い。この弓があるだけで勝てる。いらんかな。いらんね。でも多分さっきのところ24回か、この弓じゃなかったら結構難しいと思うよ。うん、これほんと爆発の矢は絶対強かった。もうしゃお、あんやろう、エンチャンターがいるね。いや、これ爆発の矢が強すぎる。ここはめちゃくちゃ強いじゃん。ああ、これがあるだけで勝てるぐらいの強さだよ。終わり？あ、残ってた。いや、もうこれあるだけでいいよ。うん、余裕。あー、まあ防具はいいとしよう。変えよっか。変えてもいい気がするな。あ、いや、でもまあ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 ね、まあね。うん、多分あのこの衝撃波のレーザーがおそらくボスでめちゃくちゃ強いはず。そりゃそうよね、一発1000ちょっとのダメージをかなり連射して当てることができる。それは強いわ。 OK、 いいんじゃない。もう矢もたくさんあるからどんどん撃っていっていいね。はい、終わり。おお、楽勝。うん、変えよっか。あ、あ、8でもいいな。いやいやいや、もう無難に行こう。うん、無難に行きましょうよ。 OK、 となると弓の虚無はいらなかったな。まあいいです、ちょっと役に立ったはず今までね。あっ、よし、いいよいいよ、いいんじゃない。若干強いやつとか出てきてくれても構わないんだけどね。はい、終わり。いや、まだ出る。うん、エンチャンター多めに出るけどそう大したことない。あー、なるほど。いや、いいかな、いきまーす。うん、まあ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 、そんな難しいところは今回ないかもしれないですね。まあまあ装備がいい、今回は本当にね、装備がかなりいいんで、そこまで苦労することはなさそうね。パワーシリカーすら使ってねえの。
お。まずこっち倒して。はい。いや、いらんね。いらんね。なるほど。最後の最後が結構クリーパーがわっしわし出るね。でもまあそんなにしたことはない、問題ない。終わりかい。もう終わるじゃん。はい、楽勝すぎ。いやでも時間かかるね。25分クリアはちょっと難しいかな。はい、行きまーす。ボスなんだ。入れたいエンチャントも別にないな。別にね。まあそんな当たらんけども、一応根元から当ててダメージを稼いでいきましょう。何が来る？あ、なるほど。はい、はい、OK。ここまで当たらんけども、まあ、十分。終わり？なんかあっけなかったね。時間はかかるけども、まあそんな難しくはありません。悪くはないけど別にいいかな。霊気のやつ持ってるんでそっちの方がいいっすね。いらない。使えるけど、すでにそれっぽいの持ってるんでいらないか。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。